はいこ今ずっとね、えー、2021年の、えー、5月に5月じゃないや6月,6月に、ね、行ったあの、えー、聖マリア教会での、えー、オカリナリサイタル、ね、その時にやった動画をね、えー、私のちょっとしたしょうもない話を 聞いていただいてから見るというやつをやってます。今日は、えー、途中ね。あの、いつもピアノ伴奏をしてくれてるのは私の奥さんなんですが、和辻紀子と言いますか？大学の同級生でね、えー、その人のその人の <laughs> あのピアノのせっかくなんでね。ピアノのソロという音です。今日はね。オカリナではありません。まあ、たまにね。ピアノも聴いていただければいいかなって。な で今日はねあのその曲はショパンのね、えー、とバラードとマズルカから何曲か全部で3曲やったかななんですがその曲もショパンしてありますよね皆さんね曲じゃなくてねその時に今日映ってるピアノ楽器のことにそこに置かれてる楽器のことをちょっとねお話したいと思います。 多分去年やったと思うんだけども僕らが大学同級生やったからその一緒の,が一緒の時代に学校にはいなかったんやけどちょっと上の先輩ですよねの方からピアノの人ですかね、えー、からあのこの聖マリア教会に今までその聖堂にあのピアノはなかったんでねピアノが来たから一回見に来いへんかということで2人でいっぺん見に行ったことがあるんです多分去年やったと思うんだけどねそれで その時に、まあ皿じゃないんですね。あのー、前須に古いピアノを、まあ修理っていうかもう修復って言った方がいいかな。あのー、されたピアノやってね。あのー、割ともう小さいんですよ。ね、山派で言うたら爺さんとか、それよりちっちゃいから、爺さんっておじいさんちゃいますよ。じいのさん、ね、数字のさんぐらいの大きさかな。で、あのね、メーカーはね、ドイツの、 ザイラーっていうね僕もピアノのメーカーとしてザイラーっていうのは聞いたことなかったんやけどっていうところのやつやったんですよ。それでねよくよくその話を聞いてみるとそのピアノ実は今からうん50年ぐらい前かなにうちのその奥さん今回そのピアノを弾く淡辻典子ですけどねその遠い親戚にあったピアノやったんですよ。 だから50年ぐらい前にのピアノなんでもっと前かだからね実際にはねだからもうほんまにねあの親戚の遠い親戚の家にあ,のあったピアノともうたまたまそれで再会再会かどうか分かんないとしたわけですよ。 そそのピアノもも長くおそらくおら何十年もやる、ね、使われてなくてもうなんか日が当たったとこに寒いとこに置かれててもう見た目も汚くなってねでも中のハンマーやらもそらねだいぶおかしくなってたやろうけどもそれをまあちょっともったいないからいうことでもうね時間とお金をかけて修復しはったんですよね。それでその教会に入ってきたわけですよ。 ね、で家内がそのピアノでその日たまたま再会したというねもうなんか奇跡のようなね話です、ね。ただの中古ピアノじゃなかったんですよ自分にゆかりがあったピアノというかね。まああの肉、ー、ら修復されたとはいえねやっぱりもともと小さいピアノやしあ,のあんまり低い音がねあのまだ出にくかったりとかねいろいろまあ古いから古いなりのうーん。 メメリリッットトよりどっっちかかデリットの方がとした方が多いかな弦、ね、楽器バイオリンとかねチェロなんていうのはもう古いよまああの元々いい楽器じゃないとあかんけど元々いい楽器やったら古くなって乾燥したねあの換気が乾燥してようとよくなるけどピアノはやっぱりあのメカニックな部分も多いからあのなかなかね古きれいっていうもんじゃないやろうけどでもまあ聞いた感じで、ねまあ、十分まだまだあの。 ちょっとしたコンサートにはね耐えられることじないかなというふうに思います。ということでえ今日はあの今日というか今回はオカリナではないですが、そのね、えー、遠い親戚のピアノに再会したねそういう気持ちで弾いてはる <laughs> 弾いてはるって <laughs> ねあの演奏を聴いていただければ嬉しいと思います。はい、また下の説明欄にね、えー、リンク貼っておきますので聞いてください。 って思た。